疲れ様です。今日はみんなに一つ報告するよ。おっと、悪い報告じゃなくて、いい報告。なんと、8月9日、赤坂ブリッツで、ボーイズボーイ、新曲発表します。しかし、全員は出れません。32人しか出れません。みんなでオーディションして、各チームから8人ずつ、32人の中に残った子だけが、この曲を歌っております。で、全体の中でマイクを持つのは8人しかマイクを持てないから。で、これ全部ダンスの歌のオーディションで決めるから、今日、クエストホールでの公演に出れなかったのも、次のオーディションで、成長した姿を見せれれば32人に入れるし、逆にもともと32人に入ってたメンバーも外れちゃう可能性もあるし、あと数週間でこのオーディションに決まるから、ダンスと歌練習して32人の中に残って新曲のメンバーに選ばれてください。はい。それでは新曲をみんなに聴かせてあげたいと思います。ありがとうございます。ファンの方の前でたくさん披露できるように頑張ります。応援してください。壮絶な戦いが待っていると思うんですけど、勝ち上がれるように頑張ります。お願いします。不安ももちろんありますけど、やっぱここでねしっかり勝ち取ってみんなの前で披露できるように頑張ります。ボイズボーイはね、人数が多いんですけども、その中でマイク持てるのは本当に一握りなので、全力でホールからも頑張って新曲も撮りたいと思います。やれることは全力でやるので、もし僕が立ったらしっかり応援してください。頑張ります。いつも応援してくださってる皆さんのために、かっこいい姿見せれるよう全力で頑張るので応援してください。自分らしさを大切に、一生懸命頑張りますのでよろしくお願いします。全体曲を未だに僕は歌ったことないので、今回はチャンスだと思うので、前に出れるように頑張りたいと思います。自分は10代最後なんで、絶対勝ち取ってミドルで歌えるように頑張ります。応援よろしくお願いします。応援してもらえる皆さんのために、自分のために全力で頑張りますので、絶対に勝ち取るので応援お願いします。
自分の歌が大好きなので絶対に勝ち取ります。期待しててください。このチャンス絶対勝ち取って前に出るので皆さん待っていてください。このチャンスをつかめるように全力で頑張りますので応援お願いします。とにかく全力で頑張ります。応援よろしくお願いします。今回の新曲が32人ということでその中に入れるようにしっかり頑張りたいと思います。よろしくお願いします。青チームの兄貴たちを一泡吹かせてやりたいと思います。自分は自分らしくをモットーに全力で頑張りたいと思います。ダンスをやってたといえみんな上手くなってるので負けないように、マイクも取れるように歌も練習して頑張ります。お願いします。僕は今現在マイクを持ってる曲が少ないので、マイクを持てるように頑張ります。歌もダンスも絶対負けないようにメンバーみんなで切磋琢磨して自分が勝ち取りたいと思います。お願いします。今回のオーディションは自分のためにも、僕のことを応援してくださってるファンの皆さんのためにも絶対取りたいと思います。応援よろしくお願いします。最高。